1992年ベルギーグランプリは1992年の F1 世界選手権第12戦として8月30日にサーキットスパフランコルシャンで開催された。資金難のブラバムが出場を断念したため予備予選が中止となり、アンドレア・モーダが初めて2台とも本予選にしたが予選落ちとなった。土曜日の夜にはオーナーのアンドレア・サセッティが 公文書偽造の疑いで逮捕された。土曜日の予選2回目が雨に見舞われたため、金曜日の予選1回目の結果により、グリッドが決定した。ナイジェル・マンセルが2位のアイルトン・セナに2秒以上の差をつけて、ポールポジションを獲得。リカルド・パトレーゼは、バスストップ試験でスピンして4位。ゲルハルト・ベルガーは、土曜朝のフリー走行中にアクアプレーニングにより、クラッシュし、 軽いムチ打ちの症状を訴えたが、決勝への出場は認められた。エリック・コマスは金曜フリー走行中のクラッシュで一時意識を失い、以後のスケジュールへの参加を取りやめた。スタート直前になって、雨が降り始めたが、全車スリックタイヤのままで、レースに臨んだ。6番グリッド・ノベルガーが、グリーンシグナルで、レース開始するもギアボックスの故障で増上し、リタイヤとなった。 スタートではマンセルが出遅れ、セナ、マンセル、パトレーゼ、シューマッハ、アレジ、ハッキネンの順でオープニングラップを消化した。2周目、ウィリアムズの2台がマシンの性能差を見せつけ、セナを立て続けにパスした。3周目以降、各社が相次いでピットインし、レインタイヤに履き替えた。いち早くピットインしたアレジが2位に浮上するが、 ラソースでマンセルと接触してスピンしリタイアした。セナは天候が回復すると呼んでドライタイヤのまま走り続けたが、雨足は強くなる一方で後続に次々と抜かれて大きく交代した。上位はマンセル、パトレーゼ、シューマッハ、ブランドル、ハッキネン、カペリの順で集会を重ねた。20周目、アルボレートがギアボックストラブルでリタイアし、 連続完走記録が12でストップした。レース中盤に雨はやみ、再びウェットからドライタイヤへ交換する時期が訪れた。30周目、3位のシューマッハがスタブローでコースオフし、チームメイトのブランドルに抜かれた。この時、シューマッハはブランドルのリアタイヤが摩耗していることを察知、すぐさまピットインしてドライタイヤに交換した。 この判断がこうを喫して、コースに復帰すると、ファステストラップを叩き出す。一方、ウィリアムズの2台もタイヤ交換を指示されたが、ピットとの無線更新が聞き取りづらく、どちらが先にピットインするのか確かめるのに手間取った。そして、パトレーゼ、マンセルの順にピットインしたが、この間にタイムを稼いだシューマッハが34周目に、トップに浮上した。マンセルは、 追撃体制に入るも液ーストパイプが割れるトラブル発生によりペースダウンを余儀なくされシューマッハの独走状態となった。セナは残り2周でッキネを捉えて5位まで挽回した。シューマッハは前年に衝撃的なデビューを果たしたスパで F13 戦18戦目にして初優勝を達成した。ドイツ人ドライバーの優勝は1975年スペイン。 GP の予報編マス以来17年ぶりとなった。前線ハンガリー GP でマンセルがドライバーズタイトルを獲得したのに続き、ウィリアムズのコンストラクターズタイトル制覇が決定した。マクラーレンのタイトル連覇は4でストップした。初のファステストラップも同時に達成。ありがとうございます。